かかりますし、水蒸気に変わりにくいので、やっぱりふっくらとはなかなか仕上がりにくいということがあります。例えばオムレツをフライパンで作るときも、余熱をしたところに卵を入れると思うんですね。というのはふっくらと